部分欠損したものが捨てられません。例えば、茶こしとか蓋とが一体化したガラスのティーポット。蓋兼茶こしはプラスチックで、茶渋を落とすために漂白したせいでしょうか。傷というか劣化し、端の部分からポロポロと粉のようなものが落ちてきたので、それがお茶の中に入ると嫌ですごく蓋は捨てました。お茶を飲むには、蒸らすための蓋と茶こしし、 がないと不便なので新しいティーポットを買いましたが蓋はなくなったけれどガラスのポットは使おうと思えば何かに使えると思い捨てる決断がつきません他にもヒーターと本体に分かれている電気ポットのヒーターだけとか塗装が剥げて人前では使えないけれど保温力や容量などは問題ないマイボトル 自家製ドレッシングを作るボトルの蓋が割れて残った本体など、パーツだけ変えれば良いのですが、そういった売り方はしておらず、とても気に入った定番商品なので、新しく買って部品を転用していることもあります。ご質問ありがとうございます。ご質問を読ませていただいて、なんだか悲鳴を聞いているような、そう、あなたの悲鳴だけではなく、 ものの悲鳴までが山下には聞こえてくるようです。本来ならば、役目が終わったとして、あるいは出番がなくなったとして、叱るべき形で始末をされるべき者たちが、何かに使えるというオブラードに包まれてずっとそこに居続ける。このありさまは、あなただけではなく、私たちの誰もがつい陥ちがちなことでもありますね。 いつか使える。いつか使う。どこかで使える。どこかで使う。誰かが使える。誰かが使う。使えるは物軸の発想であり、使うは自分軸の思考であるけれど、どちらにせよ。いつかという不確定な無限の時間、どこかという不確定な無限の空間、誰かという不確定な 無限の存在、人間。そんな不確定な無限の時間空間、に人間に焦点を合わせていたら、それこそものは自分の限られた時空間、つまり住まいから出そうという気にはなりません。この蓋のなくなったポットは、そのうち、つまりいつか、近所の公園、つまりどこかで暮らしているホームレスの人、 つまり誰かにあげれば重宝して使うかもしれない。100年後いつか宇宙船の中どこかで宇宙人誰かが珍しがって使うかもしれない。もちろん自分が庭の草花を生ける時にはちょうどよく使えるとも思う。つまりあなたは捨てられないのではなく捨てたくないのです。 だから様々な思いを巡らせて使う理由、使える理由を頭の中で考え出しているようですね。しかも使えるものを捨ててはいけないという観念で自分を縛っている。けれどその使える理由は自分のいつかどこか誰かの創作。そう、現実的なストーリー、ファンタジーのストーリー、どちらにせよ頭の中でいくらでも 創作可能。その創作に基づけば、使う理由、使える理由、つまりそれら、ものたちを取っていく正当な理由も言い出せる。おまけにあなたの創作、使えるストーリーには、いつかどこか誰かに加えて、何かという無限の目的まで加わるわけですから、どんなものでも、いつでもあなたの前に留まり続けることになりますね。 あなたはあなた自身がいつも創作している何かに使えるという無限の可能性に縛られてあなた自身が暮らしている有限な生活空間、生活時間を滞らせ、詰まらせているのです。これこそが無限の使用可能性思考パターンによる無限地獄だと山下は思うのですが けれど、その思考の無限地獄に、これからもハマったままで居続けるのか、それとも脱出を試みるかは、それはあなた自身が決めること。つまり私、私山下の下した診断を受け入れるか受け入れないかもあなた次第であることを申し添えておきますね。そう、断捨離に励むのは、それを決めてからのこと。 DVD 付き断捨離入門講座は Amazon や書店ではお買い求めいただけませんスマートフォンでご覧の方はどうぞ概要欄からお申し込みくださいそしてテレビでご覧の方はこちらの QR コードからお申し込みいただけますお待ちしていますありがとうございます YouTube をご覧くださりありがとうございますぜひ高評価とチャンネル登録をお願いしますさらに お得な情報はここからゲットしてくださいね。